秋元洋太秋元洋太は東京都町田市出身のサッカー選手 J リーグ愛媛 FC 所属ポジションはゴールキーパー横浜 F マリノスの下部組織出身2005年には関東プリンスリーグ優勝及びクラブユース選手権準優勝の好成績を挙げ2006年にトップチームへ昇格したしかし同年10月の J サテライトリーグ交付戦で 全十字人体及び内側側腹人体を断裂。長期離脱を強いられ、翌2007年開催の U-20 ワールドカップメンバー入りも逃した。2008年7月、J1 第16節新潟戦において、江本哲也に代わる GK として、J リーグ初出場の機会を得たが、チームの連敗を止めることができず先発定着を果たせなかった。 その後も、榎本や一期先輩のイ倉クラ大輝に阻まれ、在籍6年間での公式戦出場は7試合に止まった。2012年、J2、愛媛 FC へ移籍。俊敏性と的確な状況判断、高いキック精度を武器に、川北雄介や萩原達郎を抑えてポジションを獲得。低迷するチームにあって時あふれるプレーで奮戦した。2014年、 二年連続でのオファーを受けて、湘南ベルマーレへ完全一席。同年は、リーグ戦42試合中23試合を無失点に、抑える犬種で、チームの快進撃を支え、J2 優勝及び J1 昇格を果たした。2015年、プロ入り後自身初の背番号1を着用。一時は初めて正 GK として迎える J1 の舞台に、苦しむも、徐々に安定。気迫の守備で、 相手の決定機を阻んで勝ち点を呼び込み、クラブ解消以来初となる J1 残留の立役者になった。湘南からの契約延長及び複数クラブからの獲得オファーにより争奪となる中、GK、ゴンダ周一の穴埋めを図る FC 東京の求めに、王子、2016年に同クラブへ完全一席。序盤、プレーに迷いが生じる悪循環に陥り、失点を重ねた。 終盤には、まずまずの安定を見せたが、通年でのセーブ率は、リーグ界に止まった。同年末、フェアプレー個人賞を受賞。シーズン終了後、同年、j に降格を喫し、秋元の対談によって埋められなかった、政治系の補強をポイントとしていたフルス湘南から、オファーを受けわずか1年で FC 東京を対談。2017年、湘南に復帰。2017年は、 開幕からスタメン出場し、湘南の J に優勝、そして1年での J1 復帰に大きく貢献した。2019年も守護神として試合に出場していたが、チームは敗北が多く終盤戦は不体退にポジションを譲った。2020年 FC 町田ゼルビアへ期限付き移籍。開幕スタメンを勝ち取り、レギュラーに定着するもシーズン途中で、 若手の福井見つけるにポジションを奪われ、自身は控えに回った。2021年、愛媛 FC へ期限付き遺跡。昨季レギュラーであった岡本正宏を抑えて、レギュラーに定着。開幕戦も先発出場を果たした。ありがとうございます。